ご覧ください。ちょっとビッグステーションね、新しいちょっとなんかなんだろう、何講座、あいえコーナー、投資技術の親父ギャグ講座。うん、友達です。おお。ああ。うん。ああ。ちちぎち。プロカーはもっと頑張って、もっとすごいな。集中できないですね。うん。すごいな。バーバーと。歌と振り付け踊れたいです。バーバン。僕のファンですもう4人。僕のファンです。もう、はい、触るのはいいな。投資機ビッグステーション。東式ビギステーション、今日の相手はチュースとユノとチャミです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。はい。さて、東式、はい、残念ですね。なんでチャミが今ニコニコするんだ。いや、さあ、ここからは東方心理のコーナーです。このコーナーは説明不要心理テストです。問題によってはメンバーの表のイメージからは想像もできない性格が暴き出されるかも。ということでみんな暴き出されないようにしましょうね。では東方心理行きましょう。宇野からお願いします。はい、はい、僕宇野から行きます。はい、ラジオネームミキ、チャンミンと同じ年ですよ。はい、問題です。あなたにとって車とはどんなものですか。車、はい、そうですよ。ですね。はい、またどんな車が欲しいですか。自由に答えてみてください。そうですね、僕チャンミンはですね、車って、車ってどんなもの、自分にとって車は、はい、一番重要な部分だから、それが。そうですね、車はですね、はい、あったらすごく便利だけど、あったらすごく便利だけど、なくてももう別にもう生きていくためにはそんなにもう、あ、そうですか、邪魔にはならない。あ、邪魔にならない。はい、わかりました。はい、ちょっと怪しい笑い声だったけど、どんな形の、どんな車が欲しいですか。黒い車で、うん、はい、ちょっと安全、あ、なんて言いますかね、事故があっても、自分が死なないように。はい、わかりました。そういう、はい、強い車。本当に、まあ、何かあっても、自分だけはちょっと安全。僕を守ってくれる。はい、守ってくれる。OK、うん、わかりました。ジュンスは？僕は、まず、車って移動手段ですね。はい、移動。その異常にもない。それ以下にもない。オッケー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 、はい、わかりました。これでよ、あ、移動手段。そしてどんな車が欲しいですか。書いてもいいですか。はいはいはい、これにしましょう。はい、そしてどんな車がいいですか。車は、はい、透明な、あ、透明な、でも